夫を病で亡くした私は5年前に明彦と再婚した。交際中は優しかった明彦だが、結婚すると娘の奏に冷たく当たるようになった。ある日仕事から帰宅すると、妊娠9ヶ月の奏が雪の中で倒れていた。奏はそのまま亡くなった。ショックに打ちのめされた私は、奏が外にいた理由を知りたくて奏の携帯を開いた。すると録音アプリに夫の明彦に命じられて雪かきをする様子が残っていた。しばらくすると明彦が外に出て、玄関扉に鍵をかける音がした。戸を閉めちゃうの？私家の鍵持ってきてないわ。部屋の鍵は没収。飲み会行ってくる。え？めっさい満足に作れないやつは俺が帰るまで雪かきしてろ。そんな。そこで録音は終わっていた。録音アプリを停止した私は鼻水をすすり上げ、手の甲で目元を拭う。あの男許せない。大切な娘にひどい仕打ちをし、あの世に送った人でなし。今に見てなさい。大勢の前で赤っ恥をかかせ、再起不能にしてやるわ。私は優子、45歳の主婦。5年前に夫を病で亡くし、娘の奏と2人で暮らしてきた。3年前に再婚した夫の明彦は、本社から私の職場に出向してきたエリート商社マンだ。今まで独身だったのが不思議なくらい、おしゃべり上手で明るい性格の素敵な人だったが、いざ一緒に暮らし始めてみると、本性は全然違っていた。交際中に気づけばよかった。せめて本性が分かった時点ですぐに離婚すればよかった。そんな風に私は激しく後悔することになるのだ。妊娠が発覚後、交際相手に逃げられた奏は9ヶ月を迎えたので実家に帰ってきた。大病院が近くにあるので出産時に安心なのと、心臓の弱い奏を一人で過ごさせるのが不安なのもあり、帰省させたのだ。私は10代の頃に両親を亡くしているので、できるだけのことを娘にしてあげたかった。奏は高校卒業後、就職して一人暮らしを始めたのだが、たまに奏が帰ってくると明彦は奏に妙にそっけない態度をとった。でも今回、奏は妊婦だから優しくしてくれるだろう。そう思っていたら、明彦は奏に暴言を浴びせたり睨みつけたりと、これまで以上にひどい態度で接したのだ。お前の陰気臭い顔見てると全然気が休まらねえよ。どっか行け。どんどんデブになるな。腹に詰まってるのは赤ん坊じゃなくて脂肪の塊だな。いいよな、腹がでかいだけで仕事休めて。お前がうちにいる間、俺の給料で飯食うんだからな。俺に感謝しろよ。明彦、そんなこと言わないで。奏は臨月よ。無理して動くのは危険だわ。見かけるともちろん飛んで行って仲裁に入るのだが、困るのは私の留守中だ。平日、明彦が有給を取って家にいるときは、奏は以前使っていた自分の部屋にこもると話していたが、昼食を作れと言われるので、お昼時はキッチンに降りなければならない。その際に明彦は料理をする奏の背後に立ち、ネチネチといびり散らした。料理の手際が悪い。お前、仕事できなかっただろ。野菜をもっと細かく切れ。麺が硬すぎる。嫌がらせか。ラーメン作り直せ。帰宅後に奏から聞くたび、胸を痛めた。部長を務める明彦は会社の業務に追われ、残業や休日出勤が多く、ストレスがたまると話していた。会社での苛立ちを弱い立場の奏にぶつけているようだ。いっそアパートに奏を返そうかとも考えたが、出産後に奏がその件について嫌味を言われそうで踏み出せずにいた。今朝も明彦は遅く起きてきて、朝食を食べる奏に暴言を吐く。今日も地味だな。母さんの方がまだマシだぞ。そりゃ男も逃げるわ。明彦やめてよ。奏の気持ちも考えて。私が割って入ると、明彦は私をじろりと睨みつけ、怒鳴り散らした。なんだよ、俺に逆らうのか？俺の金で生活してるくせに文句言うな。私は現在、パートの給料で亡き夫の借金を返している。なので生活費は明彦の稼ぎに頼っている状況だ。それを知っているので、奏も明彦に盾つかず、暴言を聞き流しているのだ。あの人、ほんと嫌い。明彦が出かけた後、怒りを込めてつぶやく奏の頭を私は抱き寄せた。もう少しの我慢よ。来週には入院でしょ。お母さんも頑張って借金を返してお金を貯めてるわ。半年したらこの家を出ましょう。あの人、会社では慕われてるのよね。信じられないわ。会社主催のバーベキュー大会に参加したら、上司や部下と楽しそうにおしゃべりしてたわよ。ゴミ捨てついでに近所の人と笑顔で世間話するしね。世間体を気にする人だもの。うわ、別人みたい。気持ち悪。顔を歪める奏に私も同感だ。そんな風に世間の評判がいいので、友人に愚痴ってもまともに取り合ってもらえない。奏ちゃんとは血がつながってないからしょうがないわよ。男親だから若い女の子との接し方がわからないんじゃない？他人には明彦が暴言を吐く光景がとても想像がつかないらしい。そんなある日、産婦人科から帰ってきた奏が興奮した面持ちで私に報告した。お母さん、あの人浮気してるよ。え？奏が携帯で撮った写真を見て、私は驚愕した。デレデレした表情の明彦が女性と腕を組み、ホテルに入る場面だったのだ。お母さん、もっと証拠を集めて、あの人に叩きつけて離婚しよう。そうね。たくさん慰謝料をもらえば、お父さんの借金が返せるわ。私はごくりと唾を飲んだ。確かに、明彦が浮気しているのなら、多額の慰謝料をもらって離婚できる。それから私は、明彦の隙を見て浮気の証拠を集めた。明彦の就寝中に、携帯のパスワードを打ち込み、浮気相手とのメッセージやツーショット写真を探して、私の携帯に送ったり、車のドライブレコーダーでホテルをいくつも検索しているのを確認したりと、地味な作業を続けた。さて次は、明彦の普段使いのカバンにボイスレコーダーでも仕掛けようかな、と考えつつ、書斎に忍び込み、キャバクラやホテルの会員証を探していた時のこと、残業と聞いていたのに、明彦が定時で帰ってきた。階段を上がってくる荒々しい足音に、慌てて書斎から出た私は、明彦と鉢合わせして青くなった。俺の部屋で何をこそこそやってるんだ。あ、いえ、別に。しどろもどろに答えた私の手から、キャバクラの会員証をひったくった明彦はにやりとした。浮気の証拠を集めて、離婚の際に慰謝料を支払わせるつもりなんだろ。ふん、離婚なんてしねえぞ。お前はただで使える家政婦だからな。お願いします。離婚してください。やだね。頭を下げる私に、明彦は言い放った。世間では、おしどり夫婦で通ってるんだ。俺は、夫を亡くした妻を支える優しい夫なんだぞ。借金も、俺が全額立て替えたことにしてるしな。明彦は私に高笑いを浴びせた。離婚したけりゃ、俺より稼いでみろ。俺みたいに一流大学卒業して、大企業の部長まで上り詰めてみろよ。たかがパートのくせして俺に盾つくとか、100年早いんだよ。明彦に言い返せず、うなだれて1階に降りると、私の携帯を前に奏が正座していた。ごめんお母さん。全部消されちゃった。明彦は奏からパスワードを聞き出し、浮気の証拠画像を全部削除したらしい。唇を噛む私の前で、明彦は鼻歌を歌い、シャワーを浴びに行った。凍えそうな寒さの日が数日続き、朝目覚めてカーテンを開けると、眼下に雪景色が広がっていた。曇天からは粉雪が舞っている。この辺りでは珍しく、日中に雪が積もりそうだ。お母さん、道が凍ってそうだから気をつけて歩いてね。ええ、今日はブーツを履いていくわ。普段めったに雪が降らないからドキドキするわね。雪景色に見とれていたら転んじゃいそう。朝食を食べつつ、たわいのない会話を奏と交わし、慌ただしく出勤自宅をする。いってらっしゃい。気をつけてね。行ってきます。今日は転ぶと危ないから外に出ちゃダメよ。わかってるよ。玄関先まで見送りに来た奏に注意すると、明るい笑顔が返ってきた。まだ寝ているようで顔を見せなかったが、今日は明彦が休みの日だ。門の下に積もった雪を手でかき分け、門扉を開けると、雪が道の端に残る歩道をいつもより慎重に歩いていった。夕方、仕事を終えて帰宅する頃には雪は止んでいた。溶けかかった雪が道路の端でみぞれ状態に集まり、日陰には朝より小さくなった雪の塊が残っていた。奏が子供の頃、雪が降ると大はしゃぎして小さな雪だるまを作ってたっけ。思い出し笑いを浮かべ、家路を歩いていくと、玄関扉の奥に水色の物体が見えた。近づくにつれ、奏のワンピースだと気づき、目を見開いた。走り寄って奏を抱き起こし、青白い頬をたたいて名前を呼ぶが、返事はない。反響欄で救急車を呼び、私も一緒に病院に向かった。車内では、奏に救急措置を施す様を息を詰めて見守り、やがて病院に到着すると、奏がストレッチャーごと救急センターへ運ばれるのを胸が締め付けられる思いで見送った。薄暗い廊下の椅子に座り、どのくらい待っただろうか。扉が開き、沈痛な表情の医師が現れた。たった今、お亡くなりになりました。手は尽くしましたが。目の前が真っ白になった。嘘だ。こんなこと、現実のはずがない。しばらくして2人の刑事が現れた。こんな時にすみません。こちらも仕事なんで、いくつかお聞きしていいですか。はい。ほうけた状態の私にいくつか質問した。娘さんは雪かきをしてたんですか。お腹が大きいのに。ええ、多分夫に命じられたんだと思います。あの人、連れ子の奏に冷たかったので、きっと家に入るなとか言われたんじゃないかしら。もしそうなら暴力事件に相当しますね。もう少し詳しく調査してみます。お願いします。朦朧とした頭で質問に答えた私は、刑事が帰ってから右手に握っていたものに気づいた。奏の携帯だ。奏が救急車に乗せられた時、ポケットから落ちていたのを無意識に拾ったらしい。電源ボタンに触れても無反応なので、帰宅後に充電し、暗証番号を打ち込んで開くと、録音アプリを開いたままになっていた。明彦とのやりとりが残っていないかと思い、再生すると、明彦の怒号が静かな室内に響いた。この焼きそば、ソースが濃くて食えねえよ。ごめんなさい。この間は濃すぎると言われたので薄くしたの。言い訳するな。働けないお前の面倒を見てやってるのは俺なんだぞ。課長なんだ。もっと敬え。はい。罰として玄関前の雪かきしろ。しばらくすると、奏が外に行く気配がした。倉庫を開け、持ち出したシャベルで雪をどかす音が伝わってくる。明彦は本当に雪かきをさせたんだ。身重の娘に何をやらせてるの？信じられない。怒りで体が熱くなる。と、明彦の荒っぽい靴音がして、玄関の扉に鍵をかける音がした。扉を閉めちゃうの？私、家の鍵持ってきてないわ。じゃらっと音がした。鍵の束だろうか。家の鍵は没収。飲み会行ってくる。え？飯さえ満足に作れないやつは、俺が帰るまで雪かきしてろ。そこで録音は終わっていた。他にも録音されたものがいくつかあり、再生してみたらどれも明彦が奏に吐いた暴言だった。あれでも一応私に遠慮していたのだ。私が不在の時はもっと聞くに耐えないセリフを奏にぶつけていた。録音アプリを停止した私は鼻水をすすり上げ、手の甲で目元を拭った。あの男許せない。私の大切な娘にひどい仕打ちをし、あの世に送った人でなし。今に見てなさい。大勢の前で赤っ恥をかかせ、再起不能にしてやるわ。外傷のない奏の遺体は検視の結果、事件性なしと判断されてすぐに返してもらえたので、夫の時に依頼した葬儀社に連絡し、最短の日程で葬儀を予約した。今夜は通夜、明日が葬儀だ。私は自分と明彦の親戚だけに連絡を入れた。集まった親戚たちには、明彦は忙しくて連絡がつかないと伝えた。通夜の晩、棺に収まった青白い顔の奏を眺めていても、亡くなった実感が湧かずにいた。綺麗な顔は眠っているみたいで、今にもむくりと起き上がりそうだ。私は候補に上がっていた赤ちゃんの名前や、買う予定のベビーカーのメーカーなどについて奏の耳元で話しかけた。しかし翌日、親戚たちのすすり泣きの声やお坊さんの読経を聞くうちに、奏はもう亡くなったという現実を突きつけられた。奏の明るい声を聞くことも、優しい笑顔を見るのもかなわない。そう思うと咳を切ったように涙があふれた。私がもっと早く離婚していれば、こんな事態は起きなかった。寒空の下、大きなお腹で肉体労働を強いられ、どんなに辛かっただろう。ごめんね奏、守ってあげられなくてごめんね。泣き崩れた私を親戚の女性たちが抱きしめ、一緒に泣いてくれた。やがて火葬へと移り、精進落としの料理に私だけ口をつけ、葬儀が終わった。車で自宅に戻ろうとしたら、奏の携帯に明彦から着信があった。電話に出ると、携帯の向こうでは賑やかな音楽が流れ、若い女性の声が飛び交っている。まだ日が高いのに、ろれつの回らぬ声で明彦は尋ねた。もう終わったか。娘の葬儀が今終わりました。は？聞き返した明彦は私に言った。優子だよな。雪かきの話をしてるんだよ。仕事から帰ったお前が奏を家に入れたんだろ。事情も知らずに明彦はのんきに話しかけてくる。奏のやつ、俺にまずい飯を作ったことを反省してたか。あんなくだらない理由で妊婦を寒空の下に放置するなんてありえないわ。屋外にいるのも忘れて、怒鳴りつけてやりたくなる。娘のしつけはしっかりやらんとな。ん？なんで優子が奏の携帯を持ってるんだ。風邪ひいて寝込んでるのか。自己管理もできんのか、あいつは。葬儀が終わったと言ったでしょ。お前はいつもジョークのセンスがないな。俺を見習ったらどうだ。なぁと明彦が誰かに同意を求めた。若い女の子たちが携帯越しにクスクス笑っている。私は冷たい声で言った。そうね。じゃあ教えてくれる？え？今からそっちに行くわね。おい。書斎で見つけたキャバクラのカードに書かれた店名を覚えている。どうせその店にいるのだろう。私は携帯を切り、繁華街へと車を走らせた。きらびやかなネオン街の一角にある、金文字で店名が書かれた重厚な扉を開けると、スタッフたちは一斉にぎょっと目を見開いた。それもそうだ。喪服の中年女が来店すれば誰でも驚くに決まっている。森尾明彦、来てますよね。いた。店内に足を踏み入れた私は、胸元が開いたドレスの女の子に囲まれて、鼻の下を伸ばす明彦のもとへまっすぐ向かった。私を見た明彦が頬を引きつらせる。なんでこんなとこまで来るんだよ。しかもそんな服、嫌がらせか。一応家族だから報告しとこうと思って。死亡診断書をテーブルに出すと、怪げんそうな顔で見た明彦がさっと青ざめた。奏、昨日の昼に亡くなったわよ。奏が撮った写真に写っていた派手な女は、私が来ても明彦の腕に自分の腕を絡めたままでいた。死亡診断書に目を落とし、眉を潜める。奏、奥さんの連れ子よね。ああ。じゃあすぐに帰らなきゃ。奏さんとお別れしないと。お気遣いどうも。でもね、この人がゆうべから飲んだくれてる間に終わったわよ。通夜も葬儀も。明彦が顔をしかめた。なんで俺を呼ばないんだよ。父親不在じゃ格好がつかないだろうが。え、あなた来る理由ないでしょ。家族じゃないもん。周りのキャバ嬢たちが不穏な空気を感じてざわつき始めた。リナが明彦を見つめ、ぽつりと言った。明彦さん、娘が亡くなったのに全然悲しそうじゃないね。こいつの連れ子だよ。俺の娘じゃねえし。でも家族なのにさ。物言いたげなリナとふてくされた表情の明彦を私はかわるがわる見つめた。明彦より浮気相手の方がよっぽどまともな発言をする。あなた、明彦の浮気相手のリナさんよね。リナは目を見開き、明彦の肩をゆすった。ちょっと、奥さんバカだから絶対気づかないとか言ってたのにバレてるじゃん。こら、し。はい、リナですよ。で、何？離婚するから慰謝料くれって？それもあるけど、先に忠告しとこうと思って。私はリナに微笑みかけた。明彦は、釣った魚には絶対餌をやらないの。自分が惚れて追いかけてる間は優しいけど、自分のものになった途端、手のひらを返すわよ。リナさんもそのうち、ひどい目に遭わされるかもね。おい、楽しく飲んでるのに、縁起でもないこと言うな！噛みつく明彦に、私は激しい調子で怒鳴り返した。娘を亡くしたのに、楽しく飲めるなんておかしいんじゃないの。あれは不幸な事故だ。それにお前の娘、つまり俺には赤の他人。かわいそうだなとは思うが、俺は関係ねえだろ。あっそう、事故と言い張るのね。私は頭にきて、奏の携帯の録音アプリを大音量で再生した。雪かきを奏に命じる明彦のセリフが流れ、その場にいたキャバ嬢たちがどよめく。あの子は心疾患があると先日も話したばかりよね。妊娠初期にも通院してたし、早産に備えて来週から入院する予定だったわ。出産中に何かあっても対応できるようにと、うちの近所の大病院での出産を決めたんだから。ふーん。心臓が悪いのに氷点下の寒空の下に半日放置されたら命に関わるに決まってるでしょ。あ、いや、まあそうかな。困った顔を浮かべ、頭をかく明彦に私は憤りを感じた。奏は生まれつき心疾患があると何度も教えたのに、脳みそから抜け落ちていたようだ。まだまだあるわよ。この際だからと明彦からの暴言をありったけ流すと、キャバ嬢たちはソファーから立ち上がり、そそくさと別のテーブルへ移った。おい、騒ぐなよ。店に迷惑だ。大丈夫よ、貸し切りにしたから。そうそう、保険会社に問い合わせたら、奏の死亡保証額を3000万から1億に釣り上げてたわね。受取人も私に無断で私からあなたへと変更してたわ。指摘すると明彦が視線を宙に泳がせ、しどろもどろに答える。それは万が一の時、お前より世帯主の俺が保険金を受け取る方が安心だからだよ。バカな真似したわね。私文書偽造で逮捕されるわよ。まさか。半笑いを浮かべた明彦に親切心で告げる。ついでに教えてあげると、奏の父親から事情を聞きたいと警察があなたの居場所を探しているわよ。ここを突き止めるのも時間の問題ね。はあ？あいつが勝手に息を引き取ったんだろ。運が悪かったんだよ。吐き捨てる明彦の横顔を見つめ、リナがそっと腕を外した。リナちゃん、どこ行くの？少し俺様っぽいとは思ってたけど、ここまでとはね。ついていけないわ。え？もう電話してこないでね。しつこいようなら通報するわよ。ピシャリと言い、リナまで立ち去った。キャバ嬢たちに取り残された明彦はため息をついて額に手を当て、うんざりしたように言った。勘弁してくれよ優子。モテる俺にやきもち焼いたからってこのやり方はないだろ。やきもち？あんたへの愛情なんてとっくに冷めてるわよ。私は大声で叫んだ。大事な娘を私から奪ったのよ。少しは胸が痛まないの？だからあれは単なる事故だろ。あいつも馬鹿正直に俺の言いつけを守らず、お前に電話すればよかったんだ。充電が切れてたのよ。そもそも妊婦にあんなひどい仕打ちしといてよく言い訳ができるわね。そんだことをいつまでもグダグダ言うな。せっかくの3連休を台無しにしやがって、クズ女め。クズはどっちだね。厳かな声に周囲を見渡した明彦は蒼白になった。いつの間にか明彦の両親、親戚、そして明彦の上司と部下が集合していたのだ。みんなどうして。私が呼んだのよ。娘が他界し、意気消沈している夫を慰めてくださいとお願いしたの。先ほどからのやりとり全部聞かせてもらったよ。娘さんへの暴言もすべてね。険しい顔つきで部長が言った。森尾君は業績がよく、部下にも慕われるので信頼していたが、家庭ではとんだ暴君ぶりだな。落胆したよ。違うんです。これは明日から会社に来なくていいよ。君の代わりはいくらでもいるんだ。そんな。泣きそうな表情を浮かべた明彦に親戚も冷ややかな視線を向けた。明彦君が葬儀を欠席したのは仕事が忙しいからだと考えていたが、こんなところで遊びほうけていたとはね。しかも自分が原因を作ったのに反省もしない。君には人の心がないのか。一流大学を出て一流企業に勤めて自慢の老いだと思っていたのにがっかりだわ。涙目で明彦に怒りをぶつける親戚の横で義両親がさめざめと泣いている。優子さん、なんてお詫びを言ったらいいのか。こんな息子に育ててしまって申し訳ない。あんたのせいでかなでちゃんを返してよ。俺、心臓が悪いなんて知らなかったんだよ。ちょっとした冗談のつもりだったんだ。みんな聞いてくれよ。涙に暮れる親戚と義両親とをなだめ、明彦が焦り顔で言い訳を繰り返していると、スーツ姿の男性2人組が現れた。森尾明彦さんですね。保険金殺害の疑いがかかっているため、署までご同行願います。いや違うって。優子が受取人なのは腹立つなぁと思って書き換えたけど、あいつのことはマジで事故だって。優子、なんとか言ってくれよ。私は知らないわ。お話は署でじっくり聞きますよ。大柄な刑事たちに両親から抱えられるような格好で明彦は連行されていった。明彦は警察の調べにより傷害致死罪に問われたが、初犯な上妊婦に対する配慮や知識がもともと欠けていたということで執行猶予がついた。とはいえ大企業のエリートコースを順調に進んでいた明彦は即刻クビになった。貯金はキャバクラ通いで使い果たしていたので、浮気と私や奏への暴言に対する慰謝料、それに賠償金、合わせて5000万円もの大金を私に請求され、途方に暮れたそうだ。正社員での再就職を目指すも、50歳とあってどこも雇ってもらえず、工事現場などの肉体労働のバイトを3つも掛け持ちして必死に働く羽目となった。私が離婚届を突きつけ家から追い出したので、ボロボロのアパートに引っ越した。今回の件で親戚や両親に絶縁されたため、精神的ストレスで痩せ細り、かつての自信にあふれた姿とは別人のような落ちぶれた具合だとか。離婚した私は奏と明彦の仲裁に入ったり、明彦の暴言に頭を悩ませる日々から解放されほっとしている。里奈からの慰謝料で亡き夫の借金を完済し、明彦からも分割で慰謝料を受け取る手続きを取った。奏を失ったショックから立ち直るまでしばらくかかりそうだが、朗報があった。奏のお腹にいた赤ちゃんが無事に退院したのだ。帝王切開で奇跡的に助かった赤ちゃんは低体重だったものの至って健康で、すぐに集中治療室を出られた。今は私のもとですくすくと育っている。命という意味を込めみことと名付けた女の子に、いずれは母親が亡くなった理由を話す時が来るだろう。辛い思いをするだろうが、私と明彦の義両親とでみことをしっかり支えていきたいと考えている。